ローラ・カリモバ・チライバは、ウズベキスタンの実業家、イスラム・カリモフ大統領の次女、世界経済外交大学で国際法を学び、学士号、修士号を取得。卒業後には、ウズベキスタン国立大学で心理学を専攻し、博士号を取得した。2006年10月、モスクワ大学多士県と文工科学部副部長。2008年1月、 中ユネスコ常任代表。2009年4月、事前財団、ウズベキスタン -2020 を設立。2013年7月、ビバリーヒルズに家を購入したことが報じられた。孤児と障害児への2つの事前団体の活動に参加している。2002年、児童と孤児の権利を擁護する NGO、センエルギズエ・マッサンの保護者会議議長に就任し、2004年には、 子供の医療やカウンセリングを行い社会適用を促進するための国立センターを設立した。ローラの経営する企業、アブサフィ・ヌールは中国からの輸入を専門とし、日収25万ドル以上の利益を得ていると報じられているが、その事業の大半は夫のティムールが取り仕切っていると言われている。2011年、スイスのビーラム氏が、チラエフケが10億ドルの資産を所有していると報じると、 事実と異なるとして抗議した。2002年8月、ハーバード大学出身の実業家、ティムール・チライフと結婚し、一男二女を設けた。2013年、姉のグリナラと12年間会っていないことを告白した。ローラは、BBC のインタビューで、私たちの間には、家族や友人といった関係はありません。私たちは、完全に他人ですと答えている。ありがとうございます。